みんな、こんにちは、ノンゴです。こんにちは、みんな、こんにちは、ノンゴです。こんにちは、ノンゴです。今回は、ローズ、ステークス2024、3連単勝負をやっていきます。では、もうそろそろ解明発表を行っていきましょう。会議はここら辺に出します。では、口頭でも行ってきます。3連単、軸2頭流し回し、軸3と5、相手1、2、4、8、9、9、11、各100円、3連のパケン勝負です。まだ、時計見てもらったらわかるんですけど、13になるまたレース後会いましょう。当たっても外れても結果発表を行います。あ、皆さん、こんばんは。ロングです。ローズステークス、2024のレース後です。レース後結果発表を行っていきます。まあ、こっち側に着順になってきます。着順は、1着2枠2番、2着、3枠4番、3着、6枠10番に決まりました。で、こっち側に買い目あるんですけど、今週は、3600円の負けです。来週も正真正銘の買い目をやって、勝負やっていくんで、よかったら見てください。では、さよなら。